皆さんこんにちは、経済学研究家の岩本と申します。私はですね、今日のテーマであります、20年後の、高齢社会につきまして、主にその経済学の観点から40分間ほどお話をさせていただきたいと思います。で、高齢社会の方で経済的な問題として一番大きいのは社会保障の財政がどうなるのかということにありますので、今日の論題は社会保障というものを入れさせていただきました。でそれで最初にですね、今日の話はですね、簡単なグラフをお見せしながら20年後あるいはもうちょっと長期の話になりますけども、考えていきたいと思っております。で最初3つほどグラフをお見せしたいと思います。最初のグラフは、まずその人口が今後どういうふうに変動していくかというグラフで、これは鎌田先生飯島先生もお使いになったものと類似のものでありまして、最初の出発点は彼がですね始めても同じような形になります。左上にありますのがこれは高齢化率と呼ばれるものでありまして、65歳以上の人口が総人口に占める割合というものでございます。データはこれは国立社会保障人口問題研究所という政府の機関が将来を予測したですねデータに基づいております。2010年から2060年まで65歳以上の人口の比率というものがどんどん増えていくというものがこちらの方に現れてきております。で右下の方はですね、これも人口ピラミッドということをよく呼ばれるものなんですけども、縦の方に年齢を書きまして、横の方でその人口の大きさを表すものになっております。こちらの方は左側が男性、右側女性という形で書かれております。で将来の推計ですので、今後どれだけ子どもが生まれてくるかについてははっきり分かりませんので、この国立社会保障人口問題研究所ではですね、3つのシナリオをですね立てております。子どもの数が少ない場合、中間程度が多い場合と、この3つのケース、よく使われるのはこの真ん中にあります注意推計と呼ばれるものですけど、ちょっとその幅が分かるような形で書いております。で先細りといいますか、要するにどんどん若いですね、人が減ってくるというのが、これ2060年ですけども、今より50年ぐらい先なので、今日のテーマよりもだいぶ先ですけども、その姿をですね表したものでございます。で今日のテーマはその20年後の高齢社会ということで、高齢者の生活にですね、直接関係のあるものをどう変えていくかということでありますと、高齢者に着目して、それから期間もですねあまり先のことになるとよくありませんので、20年後というあたりをですね一つのこの目安というのはこの講座のですねタイトルにしてましたけども、タイトルにしたんだと思うんですけれども、今日私がお話しします社会保障の財政という点でいきますと、ちょっと20年間では期間が短すぎるというですね側面がありますので、もっと長い話をですねしたいということで、2060年の人口ピラミッドですね、こちらの方を主にお出ししております。でさらにですね財政の面でいきますと、若者ですね、若者がどうなっているのかというのも非常に大事ですので、この下の方ですね、この右下にあるグラフの、下の方ですね、この人口の層ですけども、これがどうなっているのかということにも注目をするということが必要であるというふうに思います。で要はその高齢者のこの人口に比べて若者の人口が随分細ってきているということですね。特に女性の方を見ますとそれが顕著でして、女性のですね、その年齢別に見た場合、一番人口が多いのどこだというところが80歳代だということですね。でそれで例えば90歳と30歳比べてみると、90歳の方が場合によっては多いというようなですね、こういった状況にあと50年ぐらいすれば日本がなるというふうに予測されているという状況です。で後で詳しく述べてきますと、社会保障っていうのは若い世代が働いて、税金や社会保険料ですね、社会保障の財源をですね支払って、それを主に高齢者が年金や医療や介護ですねという形で給付を受け取るということになるんですけども、そうするとこの負担をする人口がどんどん減っていって給付を受ける人口がどんどん増えていくという状況になった時に、社会保障はどうなるんだろうと。こういうものは基本的な問題でございまして、これについて順番に考えていきたいと思います。でそうすると実はこの高齢化と社会保障を話すっていうのは、どうしても深刻なある意味ちょっと暗い話になってきますけども、必ずしも暗い側面ではないということを最初の方に少しお出しするということで、これはその平均余命ですね、平均余命の方の動きをこう出しております。でこれは過去に遡って1950年から、将来予測ですね、2060年までですね、約100年ぐらいの日本人の平均余命を示したものでございます。で真ん中がですね、今のですね平均余命ということで、今生まれた子どもがあとどれくらい生きられるかというのがですね、現在の発表されています平均余命ですけども、これが女性はもう83とかぐらいにいってますし、男性も80歳ですね、これを超えたというのが現状なんですけども、これ遡りますと1950年ぐらいに生まれた人を見ますと、男性は60歳をちょっと切ってると。で女性もですね、63、4歳ぐらいのところですので、実はこの1950年から現在までの間で日本人の平均余命は男女ともに20歳伸びてるという状況なんですね。で、この期間経済成長もありました。でそれでよく経済成長の指標は、国内総生産 GDP と呼ばれる指標で語られまして、1年間でどれだけのものが日本でこう生み出されたかと。で、それを消費できるわけですので、我々のその生活水準をですね測る指標で GDP がありまして、これが急速に伸びたというのが日本の高度成長、我々の現在の姿なんですけども、そういう形で1年間でこのですね生活のですね享受できるですね、そういうその所得が増えたと同時に、そのですねその豊かな生活を享受できる期間が長くなったと。いう面ですね、これは平均余命の伸びというものです。だから長寿は決して悪いことではなくて、長寿それ自体はですね、非常に喜ばしいことですし、それで生活をエンジョイできればですね、より長くエンジョイできるとは非常にいいことだということが言えます。でこの平均余命なんですけども、もう日本はその世界有数のですね長寿国なんですけども、まだ伸びるというふうに政府のですね研究所は考えてまして、まだ3、4歳ぐらいは伸びるだろうというふうに、こういうふうに思われています。でこれだけ人生が長くなってきましたので、この期間をいかにですね、よりよく生きるかと。いうことが最初に鎌田さんにお話ししましたサクセスフルエイジングにこうつながってくるかと思います。次3つ目のこのグラフなんですけども、これはちょっと子どもに着目します。真ん中にグラフを書いてますけども、これはですね女性の中でですねその子どもを持たない女性がどれだけの割合いるのか、それからその子どもがまた子どもを持たないということは孫が持たないと。そういう女性がですね、どれだけいるのかというのを示したグラフであります。左の方が、一番左がこれ1950年生まれの人でして、右の方がですね、1990年生まれということで、左から右へだんだん若くなるように、5歳ごとに若くなるように並べております。でこのデータなんですけども、先ほども示しましたその、国立社会保障人口まで研究所がその将来推計人口を出してますけども、今一番新しいデータは昨年の初めに出されたものなんですけども、それより一つ前のその5年前の推計ですねの時に、参考資料という形でこういうグラフが出されておりましたので、それを持ってきました。実は去年出された新しい推計ではこれと同じようなものがありませんでしたので、実はこの時に現れて、最近消えたですね、そういうグラフなんですけども、非常にこれはですね示唆深いものがございます。でその女性の中で、例えばその一番この右側ですと1990年生まれですね、女性の中で生涯子供がいない女性がどれだけいるかというと 38.1%、約4割ですから、1990年というのは、今その20歳過ぎて成人した時なんですけど、これからずっと人生ですね、結婚して子供をですね持つか持たないかというふうに考えた場合に5人に1人のその女性は子供がないという、そういうことになります。でもし子供を持ったとしても、その子供が子供を持たなければ孫がいないということになりますので、孫がいないというですね、女性は子供をですね持たない女性も含めて 50.2%、 半数超えちゃった、約半数の人は孫がいないというですね、こういう推計を政府の研究所が出しております。これは女性に着目した推計でして、これは技術的なもので女性と書いてますけども、大概の女性はこれ日本人の女性ですけども、日本人の男性と結婚してというのが暗黙の前提ですので、男性についてもほぼ同じことが言えるということです。でこれは飯島先生のお話のように、その在宅ですね、で見取られるというふうなお話が出ましたけども、在宅で見取られるというのはそこに家族がいてというのが前提なんですけども、これ一番右の方に行きますと、今の20歳ぐらいの人に行きますと5人に2人は子供がいないという状態で在宅で誰に見取られるのか、そんな問題ですねがこれからのですね社会の方には出てきます。で左の方に行きますとこの数字は低いわけでして、一番左の方は1950年生まれ、その隣は1955年生まれとですねいう世代ですけども、この辺りですと、2割弱という数字になっています。でうちたちの日本のですね子どもの少子化ですねというの進行は、この50年生まれから65年生まれの間のところでまず最初のですね進展がありまして、この55年から60年生まれぐらいの世代までは少し前のですね日本人のライフスタイルを表しておりました。で大概のですね男性女性は結婚して子供を持つっていうのは普通のですねライフスタイルだという、そういうふうにですね捉えられた時代でした。でもちろんその中でも人生いろいろありますので、結婚しないですね、生涯結婚しないですね男性女性がいます。で女性の場合ですと 5% ぐらいはこれまでのですねこの左の方の世代では結婚しないですね、で生涯終わるというですね、そういうふうな大体統計の数字になっておりました。結婚してもですね、子供にですね恵まれない、そういった夫婦もいますので、それを込みにして2割を切るぐらいですね女性、これは男性も同じだと思うんですけども、子供がいないというこういう状態ですけども、これは皆さんが普通に持っている日本人の典型的なライフスタイルで、生涯結婚しない人もいるだろうと、けど大概については結婚しますねと。で結婚したら子供を持つでしょうと。でこのくらいの50年生まれ50年生まれでの世代ですと、子供は大体2人ぐらいが標準的かなと。で場合によっては、さっき言いましたように、子供ですね、恵まれない、何らかの理由で、子供に恵まれない夫婦もいるなという、こういうふうな認識だと思うんですけれども、それが右の方に行くとだいぶ認識を変えなければいけないと。いうことになりますね。何が起こっているのかなんですけど、だんだん起こってきたことはですね、まずは少子化が進展してきたんですけども、少子化の最初の出発点は、晩婚化、それから未婚化というものです。まず結婚の年齢が遅れるということが起こりました。これは今からですね20年とか20年ぐらい前ですねですと、女性ですともう30代になる、30歳超えるともうですね嫁のもらい手がないとかってそういうことが語られてた時代でしたよね。でそれがだいぶ様変わりしまして、現状では30歳ですねっていうでまだ結婚してない女性の方が多数派になっています現在ですね。そういうふうに晩婚化が進んだと。で晩婚が進むと同時に未婚化が進みまして、未婚率は先ほど 5% というふうに言いましたけども、これはだいぶ今上がっております。10% ぐらい上がって、最終的にはこれ右側の世代に行きますと、17% ぐらいまでいくんじゃないかというような予測だと思います。でそれでですね、そうすると結婚しないですね女性というのが今まではそういうのもいるんだけれども、典型的なライフスタイルとしてはあまり考慮に入れてなかったんですけども、そうはいかない、そういうことに無視できない層がいる、一生涯独身であるというですね、そういった日本人のライフスタイルでも当然考えなければいけないということになります。でさらに子供を持った場合の夫婦になった場合のその子供数ですけども、これはですね少子化が進んでいる段階でも大体2人ぐらいというのがですねずっと続いてました。ですから少子化なんですけども、基本は未婚化、結婚しないので子供がいないですね、そういった個人が増えてきたということなんですけども、最近それがですね晩婚化、それから晩産化ということで、出産年齢が遅れることによって2人持ちたいんだけども、やっぱりちょっと年齢的にですねきつくなってきたということで、夫婦の子供数が今減る形になってまいりました。2人からですね少し減ってくるという形になってきました。ですから1人代というですね、形になってきたので、1人か2人というのがだんだん夫婦の子供数でも定着したということで、こういったさまざまなのが進んで、右側の状態に移行してきたということでございます。でこの問題とですね社会保障の問題をちょっと結びつけたいんですけども、社会保障はですねよく言われることはですね、子供が親を養う、年を取った親を養うと、家族でやっていたですねそういう扶養をですね、社会化するものだというこういうですね言い方をよくすることがあります。これはですね今年ですね社会保障制度改革国民会議というところが出した報告書から引っ張ってきたんですけども、実はこれはですね、経済学者と厚生労働省の間で昔からちょっと論争がある話なんですけども、年金やですね、高齢者介護ですね、こういった制度のところでですね、これからどんどん若い世代の負担が増えてくるということで、例えば年金ですと若い人はですね、保険料を払った分だけ給付がもらえないというですね、そういった推計を経済学者がよく出します。でそれがですね、こう世間に広まって年金払うと損だと、こういうふうなですね、ことで取り上げられたりします。そういうその損得論、年金ですねの負担がですね、給付に見合わないという、そういう損得論ですねというふうなですね、考え方に関してですね、いやそうじゃないんだっていうことを厚生労働省は前から言ってまして、それはですねこの国民会議の方を引っ張ってくるんですけども、そういう次元で考えるなよと、その個人の損得論ですね、そういう次元で考えるなよと。いうことで、これは制度自体が年金や高齢者、介護ですね、制度というのはこれ今下線引っ張ってますけども、先ほどもしましたように、労審を付与するという、そういう私的付与を社会化したものであるということに十分注意しなさいよと、こういうことを言ってるわけです。ところがですね、これはですね、この後下の文章は過去のことについて書いてるんですけども、これから未来見た場合にこれで通じるのかと。いうのが実は先ほどの、日本人の、子どもの数ですねに関わることになるわけです。子どもが労審を付与するというのは親が子どもがいるっていうのが前提だったんですけども、今の若い人が高齢者になる時に子どもを持たない日本人が5人に2人だというそういう状態になるわけですね。でそうすると子どもですねから見ると誰を付与しなきゃいけないかというと、自分のですね、両親ですね、付与すると。いうのは当然念頭であるかもしれません。これは家族がやってることを社会化するということなんですけども、子供がいない他の親というのは子供がいない他の高齢者ですね、その人たちの社会保障給付も不要ということで払わなければいけないというですね、そういった制度にどんどんなってくるということなんです。でこれはもう家族とは切り離された形でのですね、捉え方をしないとですね、どういうふうに考えていいのかっていうのはちょっとわからない問題になってきますので、この子ども労審が付与するというその考え方ですね、この子ども労審を付与すると私的な付与を社会化したものであるということが社会保障制度でよく言われるんですけども、これはですね、今後このままではこういう考え方まではやっていけないような状況に日本人のライフスタイルがなっていくと。そういうことをですね、変化が今起こりつつあるんだということをですね、ご紹介したいと思います。で、次はですね、財政の問題、直接財政の問題に入ってまいります。この左上にあるグラフを中心にご説明したいんですけども、これはですね、社会保障給付費、年金、医療、介護、子育て、その他の社会保障の給付費ですね、その総額が先ほどお話し出ましたけど、国内総生産 GDP のどれだけの比率にあるかというものの推移を示したものです。1995年から2025年までのグラフになっております。で左半分は実績値でありまして、現在の数字ですね、それの対 GDP 比というもので表されています。右の方のグラフというか線はですね、これは将来の予測です。これは厚生労働省の方で将来の社会保障給付費を予測してこういうですね数字を示しております。で2本線が入ってますけども、2006年に推計された数字と2012年に推計された数字を今示しているということでございます。でこれで何を説明したいかなんですけども、最初の方に申し上げましたけれども、だんだんですね日本高齢化していくということでですね、社会保障給付費のこの比率というのはどんどん上がっていくというですね、そういう現象が起こると、これまでも起こってるし、今後も起こるだろうというふうに言われているわけです。でこれは比率というのはですね、所得に対する比率ということで、所得に対して給付費がどれだけ必要かというですね、そういう数字になっておりますので、これはその負担ですね、負担がどれだけしんどくなるか、でこの数字が上がっていくということは自分の財布の中からどれだけ社会保障にお金を回さなきゃいけないかという、そういうですね数字になりますので、これが上がっていくとはどんどん大変になってくると、社会保障の財政が大変になってくるということです。で2006年の推計というふうにこう出していましたのは、これは2006年のですね、時点では、こちらの方はまだ実績者はですね、この2005年ぐらいあたりまでしかなかったですけども、だんだん社会保障費が増えていて、それがまた将来もこう増えていくだろうという、こういう形で捉えられていました。でこれで負担が上がっていくということで、財政が大変になりますねという議論をしておりまして、将来ですね備えてどうしようかと、そういう議論をしていたわけです。でそれは実はですね今ちょっとホットな話ですけども、消費税増税につながるわけなんですけども、今回の消費税増税ですね 8% の消費税増税を上げるという話も、将来の社会保障給付費ですね、このですね財源を賄うという大きな目的があったんですけども、そういう議論がされてたということです。それがですね最近少し様相が変わってきたんです。今までそういう議論をしてまして我々はしてたんですけども、最近ですね様相がかなり変わりました。何が変わったかっていうと、2006年のこの推計の時点ではですねその後もですけども、こういう形で高齢化していくというふうに言われて、さあこちらのですね水準が高くなるんでどうするんだという議論をしてたんですけども、これ実績値見たら分かるように、実績値がその後ですね急に跳ね上がったんですね。で将来高齢化が進んで給付費が上がるんだという、その心配をしてたんですけども、その水準をはるかに超えて現実が上がってしまったということが今起こっちゃったんです。でなんでこうなったのかなんですけども、これ実は比率なんですね。社会保障給付費に対する GDP の比率なので、実は費用はそれほど変わらなかったんですけども、その所得がですね低下するということが起こったんです。何が起こったかっていうと、リーマンショックから東日本大震災という非常に大きなショックがありまして GDP が落ち込むということが起こりました。さらにデフレでですね名目取得があまり増えないというこういう現象がありましたので、直近の方でこういう形で所得があまり伸びないということで給付が跳ね上がるということが起こるということになりました。でそうするとどうなるかなんですけども、2012年にですね新しい東日本大震災の後の推計なんですけども、この跳ね上がった水準からさらに伸びますねというこういうふうな推計に変わりまして、2025年のですね数字自体がかなり大きく上の方に跳ね上がるというですね、こういった前提のもとで現在社会保障の財政が議論されるという状況になったということでございます。ですからかなり昔深刻だと言われた水準よりもはるか上に上がってしまって、そこからですねさらに上に上がっていくというこういうふうな状況に今なっているということでございます。それで社会保障税一体改革の話を少しさせていただきますけれども、今日が9月29日で実はあさってですね10月1日になりますと安倍総理がですね消費税の 8% の増税を最終的に決断してですね、消費税を上げますという経済悪影響もあるだろうということで、経済対策と組にして発表するというそういう段取りになるというふうに報道されております。おそらく1日のあさっての夕方ぐらいに記者会見が行われて、そういう発表が行われて、夜のニュースですね、生中継もそれはあるかもしれませんけど取り上げられるんだろうと思いますので、ちょっとその消費税なぜ上がるのかというですね、議論をですね、ちょっとご説明したいと思います。で消費税は2014年4月来年の春に 8% に上がって、さらにその後ですね1年半後2015年の10月に 10% に上がると。こういうこと実は昨年の夏の国会で法律を通して決めております。で目的は何かというと、この書いてますけど社会保障の安定財源の確保と財政健全化ですね、この2つを達成するということが目標であります。そのために財源が必要だということです。で社会保障はですね先ほどお見せしましたように、これからもどんどん上がってまいりますけれどもね、その部分自然増ともありますけれども、人口が高齢化することに上がってくる自然増に加えて、実は制度改革によって社会保障給付費もですね上げようということも含まれており、それが大体 2.7 兆円と程度というふうに、2015年度までで 2.7 兆円程度というふうに言われております。ちょっとこちらの表がですね細かくて見にくい見づらくて申し訳ございませんけど、子ども子育て、医療介護、それから年金の分野につきましていろいろ充実をさせるというそういったですねことで、2015年までに税金を財源とするですね部分を 3.8 兆円程度増やそうと。いうことを計画しておりました。で、同時にですね、そのメリハリをつけるということで、効率化を図るということで、費用を削減するという分を 1.2 兆円程度、組み合わせて、都合ネットで 2.7 兆円程度新たに財源が必要だという、そういう改革をセットにしてですね、それから自然増に増える部分を賄うというのが一つの目的でございます。もう一つは非常に今日本の財政赤字が大きいので、それをですね財政健全化を図るということを目指して、消費税率を上げるということを、決めたということで、ございます。で、その後2000ですね、社会保障改革は2015年度だけではなくて、2025年度までですね、視野に入れて改革をですね、考えております。で、実は医療介護につきましては、2015年度以降、2025年度の方に、大きくですね、さらに費用がかかるというふうに、言われています。この中の一つの項目としては、地域ですね、地域医療ですね、こちらの方に焦点を当てた改革が含まれているということでございます。こういう経過で、消費税ですね、増税が決まっているということでありまして、経済の状況を見ながら最終判断しましょうということで、消費税の増税のタイミングの話だけが、切り離されて、去年の夏のですね、決定から切り離されて、今のですね、段階に来てですね、ここでですね、公的、あさって発表になるという、こういう段取りになったわけであります。で、これについてですね、少し課題ですね、ご説明したいと思うんですけども、2025年というのはですね、そんなに遠い先じゃないんですね。今からあと12、13年ぐらい先なんですけども、もうちょっと長い視野で、これ考える必要があるだろうということが言えます。先ほど2060年の人口ピラミードの姿を出したんですけども、少なくともそこぐらいまではちゃんとですね、視野に入れて、社会保障費がどれだけ上がるかということを視野に入れて、それで財政的なですね、手を打っていくというですね、こういったことが必要だろうということが指摘できます。実はそういった作業ですね、例えばヨーロッパなんですけども、それはですね、欧州連合という27カ国が加盟する国際的な枠組みの中で、だいぶ前から2001年からですね、やられております。これは簡単にご紹介するだけにとどめますけども、これはですね、欧州連合の事務局がですね、その加盟国のですね、財政支出の中で、将来の人口に依存するですね、項目、年金、医療、介護、教育、それから失業給付なんですけども、これの将来給付をですね、行っております。で、高齢化というのはこれからはですね、グローバルな現象です。先進国も新興国もですね、どの国も直面する現象でありまして、ヨーロッパも例外ではございません。ヨーロッパも高齢化によってこれらの財政支出が増えていくということでございます。詳しくはご説明しませんけれども、今お示ししている資料ですと、例えばですね、欧州の連合全部の加盟国でいきますと、基本となるシナリオで2060年にかけて、対 GDP 比で約 4% ポイントほどですね、社会保障にあるいはその他の人口に関する支出が増えるという、こういう予測がされております。で、人口高齢化によってこういう形で財政の支出の需要が高まるということであれば、それにどう備えるのかというですね、そういう課題が出てくるということですね。その前段階として、まずそういうですね、推計をするということをしております。そうすると、それに関して、財政収支を改善する何らかの努力をしなければいけないということで、それに関するレポートも、この欧州連合はですね、発表しております。まず足元に財政赤字がありまして、その財政赤字を何とかしなければいけないということで、まず横軸の方にですね、現在どれだけ財政赤字があるのかというのを書いておりまして、右側の方に行くと、そのですね、財政赤字が大きくなるという、そういうふうなですね、数字になっております。見えますかね。それで縦の方はですね、これは将来ですね、どれだけ社会保障他の人口に依存する支出がですね、増えて、それでですね、どれだけ財政収支を改善しなければ、財源を見つけなければいけないかというものを示しているわけでございます。この2つのですね、要素に対して対処しなければいけないということで、これを足したものですね、がこの足したものがですね、必要な財政収支の改善になりますので、これは右の上の方に行くほど、その国は一生懸命努力しなければいけないというものを、こういう形でですね、欧州連合加盟国全体についてこう示しているという、こういったものを出しているわけです。で、日本もですね、将来に備えて何か手を打っていくということ、財政に関してですね、これだけ重要な問題ですから、ちゃんとやらなければいけないんじゃないかということが指摘できるかと思います。実は研究者はそういうことをやっているんですけども、厚生労働省がですね、実はそれをですね、取り入れてやろうということではなくて、逆にですね、反発しているという、そういう状況でございます。これはですね、ある研究者がですね、内閣府の研究所の方で、個人の名前で、論文を書いたんですけども、医療や介護についてはですね、約100年間でかなり長期のですね、将来推計をですね、費用の推計をですね、したペーパーを発表しました。それについてですね、厚生労働省はかなり否定的なですね、コメントをですね、ある資料で出しております。どういうことかっていうと、その100年先の医療介護の姿を想像できるだろうかというですね、そういった疑問点を出していまして、例として医療の技術進歩の速さというのは非常に速いんで、10年前ですね、振り返ってみても今予測できないんじゃないか、今のことを予測できなかっただろうと、こういうことをですね、言っているわけです。それで厚生労働省としては、将来のですね、見通しについては、そういった医療の構造変化を一括りにして、経済成長とざっくりと一定程度の相関を持って推移するというふうに見込んでるけども、これはせいぜい当面の間の20年か30年ぐらいの間の話であって、その先の遠い未来でどのような医療が行われて、どの程度の医療が変わるかということを見通すのは難しいのではないかと、こういうふうなことを言っております。で、見通すことが難しいということ自体は、これは否定できない話であります。で、ただですね、難しいからといって見通さなくていいかと。いうとそういう問題ではおそらくない話でありまして、これは20年30年だけではなくてもっと先のですねことというのは若い人にとってはですねまだ生きてる間になりますので、そこのですねこともしっかり考えておくと、政府がですねそこを考えないでどうするんだということがですね言えるかと思います。それでちょっと2025年ですね、先ほど出まして、今日も飯島さんの話で、2025年問題とか2030年問題というふうに言われてますけれども、なんで2025年というのがクローズアップされているかということを、ちょっと余談ですけれども、お話ししたいと思います。実はその高齢化の問題っていうのはですね、考え始められたのはずいぶん昔です。私の知る限りですと、1970年代ぐらい、この辺りから日本の将来の高齢化ということが考えられていました。その時のですね、一つの焦点が2025年というそういう数字だったんです。で、2025年に何が起こるのかというと、これはですね、人口ピラミッドの方で出てきたんですけども、そこで団塊の世代がですね、後期高齢者に入っていくというそういう状況でありまして、実はその当時の人口予測では、そのあたりが人口高齢化のピークをちょっと超えたぐらいのところだというふうに見られてたんです。で、いかに日本が人口高齢化のピークを乗り切るかと。いうのがですね、まず団塊の世代というのが着目されまして、その世代が高齢者のですねところで高齢化の日本のピークを迎えるだろうということで、その世界のことを考え始めたのが、1970年代から早い人はそれぐらいの頃から考え始めたということです。でその時2025年というですねこういうことがクローズアップされて、それから1970年ですから今40年経ちましたね。で40年経って相変わらず2025年なんですね。で実はこの高齢化のピークが同じであればそれでいいんですけども、この40年間でその時予測されなかったことが起こりました。何か少子化です。子どもの数が減っていったんですね。なので最初にお見せしましたけども、ちょっと遡りますが、この、左上の、高齢化率なんですけども、40年前はこれはですね2025年あたりでピークアウトして下がるということだったんです。ところがですね、この右下にありますよこの人口ピラミッドの変形なんですけども、少子化が起こってしまって、当時の40年前のですね予測ですと、これは裾野が厚くなる、そういうグラフだったんですけども、これは先細りするということによって、結局の高齢化率は2025年でピークを迎えることではなくて、さらに上がっていくという、こういうふうなですね事態に現状直面しているというわけです。ですから、この40年間で大きく変わったんですね。人口の構造、社会保障財政を考える構造が大きく変わったんです。けれど、政府はですね、厚生労働省はこの2025年を終点するこの社会保障給付費の予測って、これも10年以上出してます。終点が2025年のままです。で、それでこちらの社会保障税一体改革も2025年が終点というこういう状況が続いています。で、2025年ってもう13年ぐらい後と。いう12年ですか後なので、もう本当にごくごく身近な将来という状況に来ました。ですから、これはもっと先に伸ばすという必要がどうしてもあるということです。でそれで見通しが難しいというふうに言われてますので、これも何とかしなければということで、研究者レベルの方ではですね、この将来は不確実だということも考慮に入れて、将来予測というのをしています。ちょっと私の研究をですね、紹介させていただきますけれども、これは医療と介護の費用につきまして、将来です変動があり得るということを確率的なですね、モデルを使いまして、財政予測をしたものでございます。これは医療保険と介護保険につきまして、将来の保険料がこれ対 GDP 比なんですけども、どういうふうになるんだと、どういうふうになるんだろうというのを予測したものでありますけども、2025年のところに垂直に点線を引いてますけども、そこまで当然保険料がこう上がっていくと、これは政府の予測の方でも出てるんですけども、それ以降もどんどん上がっていくというですね、こういうことが起こると。いうことが、推計されると。で、幅を見るということで、これはその点線でですね、これ確率モデルですので、この幅に大体 95% の確率で落ちるだろうと、そういうですね、予測になるんですけども、そういった意味で下の方に推移する、楽観的な場合ですと、あまり伸びないというですね、ケースもあるんですけども、それでも今よりもはるかに高く伸びると。いうのが、こういう予測でですね、明らかになるということで、確実には分からないんだけれども、幅を持ってみても伸びるということであれば、何らかの対処をしなければいけないと、こういうふうな考え方に立っていかなければいけないのではないかということが言えるかと思います。でそれで、今後どうなるかなんですけども、消費税が上がるというですね、ことのですね、あさって発表されるという見通しですので、それで何がですねクリアできたかと、その財源をですねこう増税することによって、財源を調達することによって、何がですねクリアできたかというと、とりあえず2015年までの課題をクリアするということをですね、この 8% への増税でしたということであります。それでですね、先ほども見ましたけども、財政収支の課題2つ、財政ですね、運営の課題2つあります。今の赤字をどうするかということと、将来の社会保障給付をどうするかということですけども、今の赤字なんですけども、2015年ですね、赤字のその幅のまず半分を解消しましょうという、こういうのが目標です。で実はこの間もまだですね、財政収支、基礎的財政収支と呼ばれる赤字なんですけども、これはまだ赤字のままなんですね。でそれがですね黒字化する時期をですね、2020年度までのできるだけ早い期間というふうに定めてますので、まだこの財政収支の赤字、対 GDP 比で約 3% ほどですね、改善しなければいけないという、こういう課題がございます。でさらにこの期間にあたって、それから将来にわたってですね、どんどん社会保障の公費負担が伸びていくということで、とりあえず2050年を今、先のですね、段階と置いてますけれども、そこまでですね、GDP 比で、今約 1% と書いてある分の半分、合わせて、約 3.5% ほどですね、収支改善するか、あるいはその財源を見つけてくるかということが必要だということが言えます。さらに基礎的財政収支は、赤字解消するだけでは足りなくって、非常に今、債務残高が高いものですから、それの黒字を確保するというですね、こういったことも一緒になってくるということで、実は消費税 8% に上げたんですけども、それはその2015年度までの課題をですね、クリアするだけであって、それ以降も難題山積だと。いうのが財政の状況であります。でこれをどうするんだっていう話をしていかなければいけないというふうに、先をですね見ている人間たちは考えてるんですけども、まだ議論はですね、そこまでいってない、目先の増税でどうなるんだというですね、そういったことが議論されているという状況でございます。でそれでこうやって増えていくっていうことに関して、じゃあまだ増税してということで大変になってくるというですね、ことなんですけど、どうするんだという議論がございます。でそれで少子高齢化っていうのはこの財政問題の非常に問題だらけということが言えるかと見えますけども、ただですね、最初に申し上げてましたね、長寿自体はこれ望ましいことですから、少子っていうのもこれも個人の選択ですから、それ自体ですね、問題というふうに直ちに決めつけられることは、決めつけることはできません。ですから政策課題としては、長寿が進むこと、少子化が進むことということですね、これはある程度その選択、あるいはその望ましいことと受け止めながらですね、財政の問題を解決していくというかですね、そういう立ち位置に立たざるを得ないかと思います。でこの財政の難問なんですけども、結局社会保障財政っていうのはですね、給付を受け取る高齢者がですね、若者に比べてどんどん比率が高くなっていくということで、問題が起こってくると。いうことがですね、見えます。でそうするとその解決策なんですけども、3方向ですねに結局尽きるということが言えるかと思います。1つ目はこの分数の形してますけども、この高齢者人口と若者の人口のこの比率ですけども、このうちの分母を増やす、若者の人口を増やすとね。こうするとこれ分数が値が小さくなりますから問題が改善されていくということです。いくつか考え方があります。少子化対策、若者人口を増やす、移民を入れる、あるいは定年延長で働くですね、人口を増やすと、あるいは経済成長で所得をですね、上げると、いろんなことが考えられます。分子を減らす、高齢者の人口を減るというわけにはいかないので、これは健康な高齢者を作って社会保障費を減らすということで、予防に力を入れると。あるいはその年金の支給開始年齢、元気な高齢者が増えれば支給開始年齢を上げると、こういったことが考えられます。3番目はですね、この社会保障財政をその人口構造に依存するっていうことをやめると、若者の負担でその高齢者の給付を賄うということ自体をそもそもメスを入れて変えていくというものが考えられます。で今連休しましたけれども、どれか一つの手段で、この難問がですね、解決するわけではなく、残念解決するわけではなくて、いろいろ組み合わせなきゃいけないというそういう状況にあるということです。で1、2に関しましてはかなりいろいろ議論されて、実際手を打ってますけれども、3番目につきましてですね、まだあまりメスが入れられて、実際実行に移せられてない部分がありますので、ちょっとその考え方をご説明したいかと思います。でですね、これはちょっと時間がもう尽きてきましたので、飛ばしましてですね、これはですね高齢者のですね、医療と介護に関してどれだけ費用を使っているのかというものをグラフにしたもので、ございます。これは私どもが推計したんですけども、年齢階層別に書いております。で今日は例えばお年を召された方も来ておられますけれども、老後の生活いろいろ生活設計しまして、どれだけですね費用がいろいろと必要かということをですね、考えておられるかと思うんですけれども、その中にこの医療介護の費用というのはですね、これ社会保険で賄われてますので、あまり念頭にないかと思います。実はそこに結構お金を使ってるんですね。結構というか相当使ってるわけですね。で高齢化とともにどんどん上がってまいります。それで下の方に医療費、その上に介護費を重ねて書いてますけども、特に介護費の伸びがですね、後期高齢者に行くとどんどん高くなっていくということがあります。でこれはですね年齢階層別に、生きてる人、健康な人も含めて平均を取ったものなんですけども、90歳いきますと、200万円を超えると。年間200万円を超えるぐらい平均的に医療介護費を使っているというこういう状況、これは毎年です。生きている限りそれくらい使うということですね。でこの部分が現在そうですね多くの日本人の中では自分たちが老後に必要な費用としてあまり生活設計の中に入っていない状況だと思います。これは社会保険で賄われているので、そちら国の方が何とかしてくれるだろうということで、入っていないと状況なんですけども、ただ何とかしてるっていう部分が若者に支えられていて、その若者の数はどんどん減っていってというのが現状でありまして、さらに子供を持たない日本人が増えてくるということだったらどうするんだということになるんですね。そうすると若者に頼るということ自体を変えていってですね、自分たちの老後の費用は自分たちで何とかするという部分をもう少し入れていくというですね、こういうことは必要になってくるのではないかと思われます。で、それを入れてくることによってですね、これ積み立て方式というふうにこちらのスライド書いてますけども、自分のですね、老後の社会保障費用を若い時に積み立てておいてそちらから払うというですね、こういったこともしていくことが必要であろうと思われます。そのためには実は今からですね、もっと負担を実は上げるっていう方が将来的には望ましいと。いうことが言えるとですね。この考え方だったら言えるんですね。要するに今の負担を下げていくということは、今はいいんでしょうけども、将来どんどん悪くなっていくという状況をさらに悪化していくということにつながるということが言えるかと思います。私の話だと財政の話、ちょっと消費税上がるところで耳の痛い話かと思いますけれども、消費税を上げていくということに関しては、将来に向けてのですね、負担軽減の投資という意味があるということを最後に申し上げたいと思います。以上でございます。